皆さんおはようございます。美しい国、日本のためにの時間であります。今日は皆さんご存知の通り、毎日のように、ウクライナの戦場、これが放送されておりますが、去年、2022年の2月の24日、ロシアのプーチン大統領が、ウクライナに軍事侵攻をしてから今日まで、1年以上経っておりますが、戦争が続いております。そのロシアのことについてですね、今日はいろいろな方面からですね、お話をしてみようかと思っております。そうすればですね、来年、2024年の3月に、ロシアの大統領選挙があるわけですが、これまでの間にですね、どういうことが起きるかということをですね、今までのいろいろな事実をベースにですね、私なりに考えてみたいと思っております。ロシアといえば一番最初にですね、思い出されるのは日露戦争なんですが、これは確か1904年だったと思いますね。1904年にですね、日露戦争が始まるわけなんですが、これは朝鮮半島のですね、領有権をめぐる争いということなんですね。いつもそうですが、この朝鮮半島っていうのはいつもいろんな形でですね、戦場になるわけで、日露戦争もそうですし、それから第二次大戦の後はですね、ご存知の通り朝鮮戦争ということで、いまだに北と南というふうに分断されていますね。いずれにしてもですね、この日露戦争というのが2004年の2月頃、もっと後ですね、に起こったわけですね。そしてその当時ですね、明治政府、日本の方はですね、ロシアと戦争をするためには当然ですね、軍事費、戦費がかかるわけですね。したがって、これを調達しないと、日本の場合はですね、手元に十分な資金がなかったもんですから、これを調達するということでですね、当時の日銀で副総裁をしていた高橋是清という人がですね、ニューヨーク、ロンドンに飛びまして、日本のいわば戦争債ですね、戦争するために必要な借金ですね、これでいろいろと戦費をですね、確保するためにいろいろ走り回ったわけですね。しかしながらですね、当時としてみればですね、ロシアのバルチック艦隊っていうのは世界最強の海軍ですしね、そしてまたロシアの陸軍というのはコザック隊で世界中にその名を知られたですね、これまた世界最強の陸軍なんですね。そこへ持ってきて、日本の海軍とか陸軍というのはおそらく世界で聞いたこともないというほどですね、ほとんど無視されている、そういう状況なんですね。そういうその、しかも極東の小さな島国でですね、イギリスとかアメリカとか大国からしてみればですね、どちらかといえば吹けば飛ぶような国なわけだったわけですね。これがですね、これ日本の立場からするとですね、どうして、ロシアと戦争しなければならなかったかと、歴史の教科書には朝鮮半島の領有権をめぐってと、こういう話になるわけですが、しかし、どう考えても割の合う話ではないというのは、今分析しても、当時分析しても、あまり、その、意味のある戦争という答えは出てこなかったはずなんですね。にもかかわらず、
日本が国を挙げてですね、ロシアと戦争をするということになったことをですね、まあいろいろ調べてみますと、まあ今日ですからね、昔はわからなかったんですが、今になればいろんなデータとかですね、文書その他秘密文書とかいろいろ出てきますから、まあ一番よく最近になってですね、出てくるのは、当時のイギリスのいろんなですね、文章ですね。こういうものを見るとですね、まあ、細かい話をすればキリがないんですが、まあ、結論というんでしょうかね、を言えば、この日露戦争というのはイギリスによってですね、日本が、この誘導されたというか、扇動されたというか、イギリスに上手にですね、日本の世論、それから日本の政治家、そして日本の軍部、これがですね、巧みに、まあ、イギリスのスパイとは言いませんが、イギリスの諜報機関、その他、まあ、日本にあるイギリスの大使館たって、諜報機関みたいなもんですからね、そういう諸々のですね、分野から、この日本が、日露戦争をしなければならないというふうに誘導されてですね。そして、まあ当時としてみればですね、誰が見ても勝ち目のない戦争なんですね。もう大国ロシアと小国日本とですね、そして、世界一の海軍力、陸軍力を持つ、そして日本の方の海軍力、陸軍力ってあるんですかというぐらいな話なんですよ。それがですね、まあ戦争するということになったわけですね。当然のことながら最初はですね、もう日本の方は、なかなか不利でですね、勝ち目がなかったわけなんですが、まあ、日露戦争のことをいろいろ映画になったりなんかしてますから、ご存知だと思いますが、まあ最後は、バルチック艦隊をですね、日本の海軍が、まあ、全滅させるということで最終的には勝ったと。いう、まあ、戦争の経緯はいろいろ記録が残ってますが、まあ、いずれにしても勝ったということですね。戦争に勝つには何が必要かというと、まず第一に軍資金、戦費が必要ですね。その次に必要なのはですね、意外と知られてないことなんですが、まあ、それこそ月とすっぽんぐらいのですね、戦力の差があっても、正しい情報を得ればですね、戦力が劣っていても勝てるというのは、これがもう戦争なんですよ。もういわゆる戦艦がいくらあって、戦闘機がいくらあってということで比較をしてもですね、情報戦に勝てないようならばですね、いくら大量の兵器を持って、大量の武器弾薬を持って、そして多くの兵隊を抱えていてもですね、一握りの兵隊、一握りの戦力に負けてしまうということがあるというのが、この戦争なんですよ。ということで、日露戦争についてはですね、まずイギリスの、あれ、確かハーグバンクと言いましたかね、イギリスの当時の大手の銀行なんですが、これが500ポンド日本に金を貸すということになりまして、もちろんポンドベースで、貸すということで、ポンドで記載をすると。それから、あとはですね、ジェイコブシフというですね、クーロン商会という、これはもう喫水のユダヤ金融機関でありまして、まあご存知のロスチャイルドの系統ですね、これがまあ半分戦費を出すということでですね、まあ戦争ができるようになったわけであります。それから後もですね、戦争をしていくうちにだんだん資金がなくなってですね、記載をした戦費だけではとても間に合わないということになりまして、何倍でしたかね、5倍か6倍かもっとそれ以上ですかね、どんどんと日本はこの借金を続ける、すなわちポンドをどんどん借りたということなんです。で、まあ、これマーケットの話ですから、日本のそのポンド建ての国債だったってですね、勝ち目がないということではですね、これ売れないわけですね。誰も相手にしないということなんです。したがって、なんかまあ、ある意味では政治的なですね、力が働かないとですね、日本は戦費を得られないということで、まあ、はっきり言いまして、ロシアイルド系の
銀行、金融機関と、まあ、ジェイコブ・シフもそうですが、それからハーグというですね、やはり同じ傘下の銀行、これがですね、他の銀行は見向きもしないにもかかわらず、ここがですね、日本の戦費を支えたと、こういうことがあるんですよ。で、これ資本主義の世の中ですからね、負けることが分かってるところにですね、お金を貸す人はまあいないわけなんですよ。で、とことんまで日本が戦争に勝つまでですね、必要な資金を出すということは、必ず日本が勝つという確証があるからなんですね。そこで、まあ、英国製の最優秀の、まあ、今で言うとフリゲート艦ですけども、これが日本に与えられてですね、まあ、ロシアのバルチック艦隊の戦艦よりも優秀なんですよ。うん、今で言う、まあ、テクノロジーって言うんでしょうか、ハイテクを駆使したような軍艦ですね。だから、それが、その、数隻あればですね、ロシアの艦隊が何十隻来ようと勝てるという、まあ、そういうですね、これをイギリスが日本に与えたと。そして、まあ、金融の面は当然のことですが、情報網ですね。これ、ロシア、の将校その他はですね、ユダヤ系のものが多いし、また当時ですね、ロシア軍もですね、ロンドン、すなわちポンドをですね、イギリスから借りてるわけですね。そういう関係があるのでですね、イギリスの方のスパイエージェントというのはですね、もうロシアに染み込んでるわけですね。したがってロシア軍の動きが逐一全部わかると。それを情報を日本に与えると。そしてバルチック艦隊との決戦になった時はですね、わざと南端の希望法を回らなければ日本海に来れないというスエズ運河を使用禁止にしてですね、そしてアフリカの南端を回ってですね、やっと日本海に来た時はもうヘトヘトでですね、もう日射病にかかって死にそうだという、それも最初から計画のうちで、そして優秀な能力を持ったフリゲート艦並みのですね、イギリスから、この購入した戦艦で戦って、そしてバルチック艦隊をこっぱみじんにやったという、こういうことがあるんですね。まあ、今日はロシアのことについてお話なんですが、まずロシア、日露戦争のこと、このお話をですね、先にしておきたいと思いました。後ほどですね、なぜ日露戦争の話をしなきゃいけなかったのかということがお分かりになると思います。とりあえず、これで第1部は終わりといたします。